どうもこんにちは。イラストレーターの安田です。今回は感覚だけに頼らない二点投資と定点について解説していきます。二点投資で二点消失を決める。それについて二点は近すぎると広角すぎておかしい。遠すぎるとまた望遠すぎておかしい。ともなって、やはり感覚に頼る必要があるのかという疑問に当たります。二点投資の二点については、話しすぎている、もしくは遠すぎる、キャンパス、画面との相対的なものなので、そのまま画面との関係で、近いのであれば拡大する。上の場合はこうですかね。そんなにきつ、まあ当初よりもきつさっていうのは緩和されてるかと思います。下の例で、ちょっと遠すぎるなっていう時は、今度は逆に縮小し、まあパースの位置自体は縮小されたんですけれども、まあ、箱自体をちょっと拡大するような形でやれば、やはり、まあ縮小、まあ、パースの縮小という形では、遠すぎるというものも、感覚、まあ結局は感覚に頼ってはしまうんですが、まあ拡大縮小によって編集することは、まあ編集して、まあその印象を緩和していくということは可能だったりします。キャンパスはデジタルだと特に継ぎ足しが可能で、どんどん横に縦に継ぎ足していくと、継ぎ足し前は問題ないものが継ぎ足しによっておかしく見えてしまうなんてこともあります。特に画面の上下左右の端の方は遠近の影響を受けやすく、きつく見えがちだったりします。実際二点透視の作画を丁寧にやっていくところを解説していきます。実際二点透視の作画を丁寧にやっていこうと思います。まず最初の共通認識というか、まあ、設定として、まあ、サイコロにちょっと煙突が生えたような、まあ、斜め45度ではこんな感じのイメージの立体を描こうとするとします。まず正面図、側面図、平面図を用意し、まあ、画面に対して平面図は上から見たものなんですが、少し傾けさせて、まあ、その状態で投影させると二点透視になります。まず、そこから、側線を引っ張っていき、まあ、規定線よりも下に定点を取ります。定点っていうのは観測者の位置であり、まあ、規定線よりも下、まあ、上から考えれば、規定線、まあ、画面よりも遠くに、まあ、観測者は立ってるという設定になるわけですね。で、次に定点からこの平面図に対して平行に線を引っ張って、まあ、それがアイレベルとぶつかったところが消失線になります。まあ、これが二点通しでの正しい消失線の求め方であり、まあ、そこから作図していく場合、上面図から定点に線を引っ張り、画面にぶつかったところを下ろしていくことで、面の端っこが決まっていき、まあ、それによって、サイコロの形はできていくわけですね。ただ今回はサイコロだけではなく上に煙突もついているので、同様にその煙突の立体に同じように定点に引っ張っていき、で、画面にぶつかったところで下に下ろしていくと。これで、作りたかった、サイコロに煙突がついたという作図は完了しました。ここで重要なのは、定点は90度であるという意識。で、それは画面観測者の足元の位置で、画面には入らない。ですので、正面と側面を合わせた画面の一番下の角度は90度以上になるということはわかる。感覚で二点透視をやっていくと、ここの角度を90度以下にしてしまう。まあ、そうなったら、きついと思われがち。広角が過ぎているっていう絵になっているということを、まあ、ということですね。物を描くときは、最初は簡単な単純な形を作ってから、まあ、細部に移行する。まあ、毎回毎回正確な二点透視を描くのは大変だから、単純な形を描いて分割増殖をしていくっていうのが一般的ですが、まあ、その最初の一歩を間違えてしまうと、修正が大変になるので、まあ、パース、それから画面の定点の角度というものを考えて、画面の一番下の、まあ、正面と側面を合わせた部分がちゃんと90度を超えているかどうか、まあ、それを確認してから先に進んでいきましょう。今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。